リゾート。リゾートとは、大勢の人が、休暇、余暇を過ごす場所のこと。行楽地。再びを意味すると、フランス語で、出かけるという意味を持つの略であるが合わさった単語で、何度も通う場所という意味が転じて、行楽地となった。本来は、行楽地全般のことを指すが、古典的な保養地のイメージのように、風光明媚で、のんびりと、 リラックスできる場所という意味合いが付加されることがある。日本や英語圏では整備された比較的大きな敷地や多様な付帯施設を有するホテルに対する名称や分類として使われることも一般的である。日本語ではそれぞれリゾート地、リゾートホテルというように故障し対象を明確にすることがある。日本におけるリゾートの定義には バブル期の1987年に制定されたリゾート法による国民が多様な余暇活動を楽しめる場がある。実際に同法の適用を受けたのはゴルフ場、スキー場、マリーナ、ヨットハーバー、リゾートホテルといった大型施設であった。プール、スパ、時にはゲームセンターなどを有する単体の総合施設をリゾートと呼ぶ。リゾート施設のは日本独自の拡大解釈である。 リゾート、リゾート地には様々な形態があるが、その運営の仕方によっては二つのタイプが典型的である。一つは、そのリゾートの大半が地元企業によって営まれているケース。アメリカのコロラド州のアスペンがその例である。もう一つは、そこに滞在中のほとんどの楽しみが一つの企業によって提供されるもの。代表は、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートである。 古代の最も有名なリゾートは、およそ2000年前のイタリアのバイアへ、であるとされる。日本における近代リゾート開発は、明治時代に外国人の山岳避暑地として始まる。現在の兵庫県神戸市の六甲山において、1874年、明治7年に、日本最初の近代登山が外国人パーティーにより、行わ、その後登山道と俳句のための山上の歩道の整備が、 行われた。ついで、イギリス人貿易省 AH グルームが1895年、明治28年に三国池のあぜに別荘を建てたのを始まりとして、別荘地が形成され、1903年、明治36年に日本初となるゴルフ場が開場するなど、レジャー用施設が建てられた。これらはすべて、神戸外国人居留地の欧米人により行われた。 高原秘書地として広く知られる長野県の軽井沢は1888年、明治21年によりカナダ人宣教師のアレクサンダークロフト賞が別荘地を建設したことが始まりである。1893年に東京都鉄道で直結されたこともあって、1918年に西部、1945年には東急と東京の企業が開発に参入して、 一大リゾート地となったまた、海浜秘書地は、宮城県の七ヶ浜、当時の仙台区の東方、松島の一部において、1888年、明治21年の海水浴場会場及び1889年、明治22年からの外国人宣教師らよる、別荘建設、鉱山国人秘書地が始まりである。これらは、東アジア各地から飛翔しに、 日本に集まる外国人の長期滞在に対応したものである。九百三十三年、大倉岸一郎は北アルプスへの登山をきっかけに長野県上高地の地に上高地帝国ホテルを開業。日本の山岳リゾート地の先駆けとなった。のリゾート開発は大規模な面積を要し、多大の資金と長期間の計画的な投資を必要とすることから、 東部グループ、東急、西部、ヤマハなど、オーナー経営職の強い企業が、リゾート開発を企業体とて言ってきた。1987年、昭和62年、金余りと内需振興の掛け声により総合保養地域整備法、リゾート法が制定され、各地の地方自治体が民間企業をとくんで、リゾート開発を計画したが、その後のバブル崩壊等もあり、 そのほとんどが頓挫し、また、大規模年金保養基地、グリーンピア等の公共リゾートの失敗も、相まってリゾート法後のリゾート開発の時代は、終焉を迎えてしまうととなった。この経緯については総合保養地域整備法の項を参照のこと。海水浴やマリンスポーツなどに適した、比較的温暖な地域に多い、有名な密集地としては、アンダーマン海、エーゲ海。 アドリア海、カリブ海などがある。インド洋やアンダマン海に面した東南アジア諸国では、古くから欧米人が秘書に訪れるほか、近接性により、アジア方面からの観光客も増加しているため、リゾート開発が活発であり、マレーシアのペナン島、タイのプーケット、インドネシアのバリ島、フィリピンのセブ島などが著名であったが、近年はベトナム、カンボジア、ミャンマー、 バングラデッシュなどといった発展途上国及び中心国のリゾート開発も盛んになっている。山や高原など標高が高く冷凌な地域が多い。主に避暑地として好まれ、冬はスキーリゾートとなることも、火山帯が近いと温泉保養地を兼ねることもある。いわゆる温泉地、火山帯に近い地域に多い。日本のリゾート開発に関するものを楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。